真の戦は縄文前から修羅と化す。進化した新戦モードでは縄文系、本陣系にモノノフ系が新たに追加。さらに縄文系には敵殲滅が加わり、まさに全方位が修羅に。わしにもやらせる。隠れの鉄砲前田刑事が馬に手揃う。モノノフ系では4人のモノノフたちが戦に参戦。申し上げます。秀吉より参戦を促す書状が届いております。分かっておる。だがしかし、モノノフの王の各モノノフにちなんだストーリーが展開され、刑事と共に戦いに挑む。申し上げます。そして戦を共にしたモノノフの家紋がフラグとして記録されるモノノフラグ演出を搭載。全ての武将のフラグが揃ったとき、マスラオたちの熱き魂がほとばしる。マスラオたちの極当たり。そして敵殲滅。今度は縄文から敵兵が出現。縄文から迫り来る大軍をいなすのは刑事か、ステマルか、はたまた岩兵衛か。敵を殲滅させ縄文突破を目指せ。撃破。モノノフ系と敵殲滅が加わり、縄文前から修羅と化す新戦モード。人影に敵陣へ攻め入れ。我が前田刑事のシュガラの槍から目を離すな。今回のモード移行システムでは、前回同様の極め歌舞伎ゾーン、歌舞伎ゾーンはもちろんのこと、新たに雅歌舞伎ゾーン、茜歌舞伎ゾーンが追加。歌舞伎ゾーン系は炎が連続するほど高確率の期待が高まる。さらに歌舞伎物図柄は期待度の異なる3種類が存在し、さまざまなリーチ後に停止するなど、突入景気も増加。極め歌舞伎ゾーンへの突入景気が拡大されたことで、より奥深いゾーン展開となった。そして極め歌舞伎ゾーンと同等の高確率期待度を誇る主槍の時が登場。風流リーチ時、黒蔵院一刀流図柄が停止すれば、主槍の時突入。戦いへの序章が今始まる。また前作のなぎり背景はなぎりモードへ、長寿桜背景は戦国モードへ、それぞれ高確率の可能性を秘めたモードに進化。プレイヤーを魅了する幾多にも増えた高確率の可能性、全局面が戦への呪しとなる。この前田刑事、存分にお相手いたす。お主のために最高の舞台を用意してやったぞ、小太郎よ。第3話、最後のあだばなの巻。能という最高の舞台で、ついに繰り広げられる忍びの棟梁風魔小太郎との果たし合い。刑事か、小太郎か、この戦い勝つのはどっちだ。お主も戦国の世の最後に咲くあだばなか。さらにモノノフ系リーチも一新。突如歌舞伎御免の文字が現れ、シュアリ稼働隊が画面を切り裂けばスペシャルリーチに発展。拳で語るまで。原作を忠実に再現した刑事とモノノフたちの熱き新ストーリーが豪華ムービーでよみがえる。我らの旗を立てよ。敵に撃たれますぞ。撃て。早く気づけクソ親父。スケモン、大将の首をいただこうか。戦の作法、しかと見ておけ。呪落台、
お松、松風リーチなど前作好評だったあの熱き名場面も。まだまだ遊びはこれからよ。かぶけかぶけ、大盤振る舞いだ。遠慮はいらんぞ。ボーナスはどこからでも逆転できる仕様に一新、それがサプライズボーナス。ランクアップボーナス突入かと思いきや、スタータッカー16ラウンド大当たりに変化する天下無双ボーナス。ライフ編ものマント落下後に見事金色の天下無双マントが落下すれば、16ラウンド大当たりの天下無双ボーナス。またプッシュボタン演出から突入する天下無双チャレンジも存在。虎は何故強いと思う？もともと強いからよ。いつ何時でも16ラウンド大当たりの可能性が。ランクアップボーナス中にいきなり上アタッカーがフルオープンになるランクアップボーナスアルファ。ランクアップボーナス開始後、上アタッカーが突如フルオープンすればランクアップボーナスアルファへ突入。フルオープンでスピーディーな出玉獲得となった。まさに究極のボーナス。そしてしんがりモード突入。モード移行かと思いきや、突如16ラウンドの大当たりになるジャンプアップボーナス。しんがりモード突入時も諦めるのはまだ早い。ジャンプアップボーナスで大逆転、新戦モードへ再突入だ。前作では期待の薄かった局面で天下無双ボーナスとなり、プレイヤーの期待感は大幅にアップ。存分に楽しもうではござらんか。まだまだ戦はこれからよ。しかと見せてやろう。やるかい、お前さんも歌舞伎ね。受けてたと。奥村スケーモンの小便鉄砲を食らいながれ。タラレラレンダレン。前田刑事、後ろはこの正宗が倒産。だがそれがいい。入金。